こんにちは、イーズミです。今日は、この反射、屈折、解説、干渉と、えー、波で起こる現象について細かく見ていきたいと思います。特にこの4つというのは問題に出されやすいですし、特に屈折やこの干渉というのが苦手っていう人も結構いますね。なので、一つ一つ見ていきたいと思います。 今日のポイントは、まず最初、ホイヘンスの原理。これを理解するということですね。反射の法則と屈折の法則は、ホイヘンスの原理を使って、えー、証明することができます。では、見ていきましょう。まず、ホイヘンスの原理とは何かというと、まあ、ここに書いてある通りですね。で、えー、ポイントなのは、えー、この素原波という波です。えー、まず、波は、えー、この瞬間、ここにありますよっていうのがあって、 その波面の各点が波弦となるというふうになっていますが、まあ文章で読んでもね、あんまりピンとこないかと思います。では、実際に例を挙げてみましょう。例えば、球面波。球面波っていうのは、え例えばここが波弦で,で、そこからこう波がこう湧き出てくるようなイメージになります。なので、このように、 どんどん外側に広がっていくような波。これを球面波というふうに呼んでいるわけですが、今、自然にわーっとね、広がるように見えたかと思います。じゃあ、どうして広がるんですかっていう説明をするときに、このホイヘンスの原理っていうのが役に立つわけですね。このように、今、波面の各点を波源とするっていうのはこういうことです。点がいっぱいありますが、実際には波面上のどの場所も こう、派遣になっているというイメージ。ちょっと、えー、間隔を開けちゃってますが、本来は全てが、えー、点の集まりというふうに考えることができます。で、そこから新たな、えー、波が、このように出てくると。えー、ちょっと気持ち悪いですけどね。要は、えー、それぞれの波が、こう、素源波として、こう、各点からわーっと出る感じ。で、えー、これは本来は、えー、この点がね、 もうちょっと隙間なくこう埋まってるっていう風になると、この細かい素原波も、ブわーっと隙間なくこう埋め尽くされるような感じになります。で、その共通する接線を考えてあげると、次の瞬間の波面になりますよ。ということで、球面波は球面波のまま、わーっと外側に広がっていくというのが、ホイヘンスの原理で説明することができます。次に平面波。 平面波はこのように、下からね、わーっとこう波が来たわけですけども、やっぱりこれも、波面の各点が波源となって、そこから素源波が出ると。このようになります。そして共通する接線が次の瞬間の波面ですよ。ということで、ここにあった波は、この次の瞬間上にそのまま移動するようなね、波になるというのが、やはりホイヘンスの原理からわかります。 じゃあ次に、反射の法則。これは、まあ小学生から知っている人もいるんじゃないかなというやつで、入射角と反射角が等しいというやつです。で、これは知識としてももちろん知っておいてほしいんですが、こういう変数の原理を使うとそれを説明することができます。でまず、破面っていうのは何かっていうと、波の同位相の場所を結んだ線。これを破面というふうに呼んでいます。 今一番わかりやすいのは山同士をつないだものっていうふうに考えてあげるとわかりやすいかもしれないですねで。例えばここで波が反射するというのを考えていきます。そうすると今波が向こう側からこう進んできた。このように入射してきたことを考えます。で、こう波が進んできたんですけども えー、その斜線というやつですね。斜線に対して垂直な線。これが波面になります。なので、例えばここで山だったものは、えー、もちろんここでは山になるということです。でそうすると、えー、下の方が先に境界面に到達しています。この後反射するわけですが、どの方向に向かって反射するのかっていうのをホイヘンスの原理を使って説明していきたいと思います。 まずは、まだ到達していない上の方の波が、この後時間をかけて、この青い線上を進みます。で、この時、えー、こっからここまでの長さが、まあ、速さを V という風に置いてあげると、えー、そしてさらに、えー、かかった時間を T っていう風に置いてあげれば、VT だけ距離進んでいるという風になります。ということは、ここからは、 t 秒かけて、vt の半径を持つ素弦波がここから出てくるというふうになります。ということで、このように、わーっと広がっていくわけですが、えー、今、ここからここまでの長さ、vt メートルを半径にとった素弦波をこのように書いています。そうすると、ここと、それからえ素弦波の 接線を引いてあげます。こんな感じですね。で、その接点に向かって波は反射するという風になるわけです。もちろんこれはここが直角になります。で、この後波はこのように進んでいくという風になります。で、えー、ここで考えたいのがここを A。で、ここを A ラッシュとしますね。 そして、ここを B。で、ここを B ダッシュという風うに置いてあげます。えそうすると、まず、直角三角形の、えー、斜辺が共通してますね。そして、さらに、今言ったように、AB ダッシュと、それから A ダッシュ B。これが同じ長さになってないといけないので、結局のところ、三角形 AA ダッシュ B と、それから、 b, b, ダ a シュ a この三角形が合同だっていうのが言えますえ合同ということはえ結局角度も全て等しいということなのでこのように共感面に対しての垂線を引いてあげてここの角度これが入射角になりますえ入射角を敷いたとしますねでそれがここになっています で、すいません。ここに水線を引いてあげて、で、屈折角はっていうと、ここがガンマになります。で、えー、直角三角形のどこと同じかというと、ここと一緒になるわけですね。で、結局のところ、今言ったように、二つの直角三角形が、えー、合同になっているので、シータとガンマは等しいということになります。はい。ということで、えー、結局、 この波の進んだ方向にだけ注目してあげると、入射角が θ、そして屈折角を γ としてあげたときに、このように2つの角度が等しいというのが成立します。次に屈折の法則をホイヘンスの原理で説明していきましょう。えまたこれにえ、ここに境界面があります。 そして波が、えー、左側から進んできたことを、えー、今考えています。そしてこのように水線を引いてあげればこれが破面になります。そして上の方は、えー、まだ境界面に到達してないのでこの青い線上を、えー、この後たどることになるわけですがこっちはもう違う倍質の方へ入社してしまっているのでそうすると さっきはね、反射だったので、同じ倍質中の話でした。でも、今回は倍質が2つに分かれていて、で、入射していくっていうことを考えますから、波の速さが倍質1つ目とそれから倍質2つ目で変わってきます。なので、今、こっからここまでが、例えば V1T かけて進んだとすると、また別の 速さ V2 っていうのを置いてあげて V2T の距離をこの後、えー、波は進んでいくということを考えます、まあ、V1 と V2 の代償関係はちょっとわかんないですけども、えー、大きいかもしれないし小さいかもしれませんが今回は小さい場合を考えていきますそうするとここから素弦波が出ているというふうにすると V2T の半径の素弦波を書くことになりますで このどこかに向かって波は進んでいくわけですが、どこに向かっていくかっていうと、ここから接線を引いてあげて、その接点の方向へ進んでいくというふうになります。ということで、これが V2P の距離進んで、屈折した後、波はこの方向へ進んでいくと。 いうふうになるわけです。えそうすると、今度は、えー、直角三角形2つあるかと思いますが、今度は、ここに水線を引きます。で、ここの角度がシータ1で、ここの角度をシータ2というふうにします。えそうすると、この角度と同じ場所はどこかと言えば、ここがシータ1になります。 えそして、ここが θ2 ーーになりますね。この部分が等しいよっていう式を立てていきたいと思います。そうすると、v1t を sinθ1 ーーで割ったものと、それから、v2t を sinθ2 ーーで割ったもの。これが等しい、この緑の 線の部分を表しているということになります。なので、まあ、屈折の法則っていうと、全部書くとこのようになるんですが、え、ホイ変数を使って、この部分ですね。書き直せば、えー、これを証明することができました。で、さらに、えー、v イコール f ラムダの式のうち、屈折で関係ないもの。これは振動数です。 振動数は屈折をしていても、不変変変わらないので、結局、V とラムダが比例関係になります。なので、ここ、えー、速さの比ってなってますが、これは波長の比にもなるわけですね。そして、えー、このように書いた、まあ、特にここですね、えー。速さの比というのが、それが屈折率を表しています。 これは正確にはえ倍質1に対する倍質2の相対屈折率と呼ばれるものになります。で、その相対屈折率を絶対屈折率で表してあげると、実はこのような式になります。相対屈折率はこれで表されるけども、それを絶対屈折率で表すとこのように書くことができるわけですね。ここで混乱しやすいのが、 これ比べると、1と2がちょうど逆転してますね。なので、あれ、逆になるんだっけな、ならないんだっけなって結構曖昧な人がいますから、私はあまりね、教科書見ても、参考書見ても、大体この形で書いてあるので、えー、それで構わないのですが、えー、もしね、えー、覚えにくいなっていうのであれば、このような割り算の形ではなく、掛け算の形に直すことをお勧めします。そうすると、 これを書き換えてあげると、このように表すことができます。まあ私はいつもこっちを使ってますね。屈折の法則を考える上で、えー、さっきみたいな式としてね、値を考えるっていうのも大事ですが、どっちに曲がるのかなっていう感覚っていうのも必要かなと思っています。で、例えば中学生でやるような内容で、えー、水と空気2つの倍質があって、 え光がこんな風に進んでいきましたえ。これは水の中から空気中に向かって進んでいるという図ですね。でこの後え、屈折をして光は曲がるわけですが、皆さんどっちに曲がるかすぐ判断できますかでここでさっきの式を使ってってやるのもなんだかね、えー、時間かかっちゃうなっていうところなんですけども、あとは覚えてるっていう人も結構いるかと思います。 でも、覚えてても、いざね、本番で、ちゃんと、こう、自信持って答えられるかっていうと、記憶が曖昧だったりしたら、なんか悩んでしまいそうですよね。なので、ここで判断方法を一つ、教えたいと思います。ここに写真がありますね。これ、リアカーですか。ね。私は実物はそんな見たことないですけども、イメージ。私の光のイメージはこれです。これ。で、どうするかっていうと、 うんと、まあ、これ車輪なんで、こういうふうに、こう車がね、えー、ついているのを、こういうふうに表したいと思います。ちょっとこう、うん、真正面から見てる感じ。で、えー、光が、ここからわーっと出ていくよっていうのを、こう、二つの車輪がついたリアカー、こう進んでくるような感じね。で、こう、境界のところに来たときに、 えー、水と空気。まあ、どっちの方が光としては早く進めるかっていうと、私たちと同じ、えー、空気中の方が早く進めます。えー、そうすると、二輪あるうちの、この空気中に出ている方が早く進むんで,で、こっちは遅いわけね。そうすると、えー、こっちの方が多く進んで、こう曲がっていくと。いうふうに考えることができます。えー、例えば逆に、今度は、 空気中から水中に入ってくるっていう場合も、このように二輪で考えてあげて、境界に来た時、えー、こっちの方が早いよということで、こう回りますから。そうすると、この向きに曲がってくんだなっていうふうに、もう感覚的にね、分かってくるようになります。これでパッとね、どっちに曲がるって判断できると強いかなと思います。で、例えばこんな問題。 え屈折の法則に関する問題で、こんなのがあります。今度は光じゃなくてえ、音の話になってくるわけですけども、皆さんは家の近くってどんな環境ですかね私の家の近くは、うんま、住宅街だし、あと畑もあるし、で、電車も通ってるし、みたいな、ね、そういう地域なんですよ。でえ、夜になるとね、あの、ま、大体駅から徒歩7、8分ぐらいのところに、 私はいる、あの、住んでるわけですけど、昔からね、えー、住んでいるわけですが、夜になると、そのホームの音が聞こえてくるんですよ。間もなく、電車が回りますっていう風に聞こえてくる。で、まあ、あの、上りだと男の人で、下りだと女の人って決まってるんですけど、それがね、すごいよく聞こえた記憶があります。で、その時に、まあ、小さいながらに、なんで夜になると聞こえるんだろうと思ってたんです。で、その時は、あ、きっと静かだからだ。周りが静かだからよく聞こえるんだ。 っていうふうに思ってたけども、実は違うよって話をしていきます、えー。昼と夜で何が違うかっていうと、温度に違いがあります。例えば昼間。ねえー、昼間は、えー、どんな状況かっていうと、地面が温められて、どちらかというと暖かい空気が下、えー、そして冷たい空気が上にあります。で、えー、実は音っていうのは、暖、えー、かい方が早く伝わるっていう性質があります。そうすると、 例えばガタンガタンって、電車の音がしたって言った時に、まあ、何か障害物があった時、斜めに出ていきますねえ。実際にはもう四方八方に飛んでるわけですけども、えー、こういうふうに障害物があると、そこはこう突き抜けることができません。で、斜めに出てった音が、まあ、さっきの車輪で考えてあげると、えー、結局、下の方が気温が高い。ということは、車輪でも下の方が早く進むと。 いうふうになります。そうすると、こっち側が早く進んでいくんで、曲がり方としては、こう曲がっていっちゃうんですね。ということで、結局、昼間は上空に音が逃げていくんで、聞こえないよって話なんです。それが、夜になると、えー、話が変わってきて、夜は上空に暖かい空気があって、そして、地面近くが冷えているというような状況になります。 えその時同じようにして出てきた音というのが、え今度はどうなるかっていうとえ、上空の方が暖かい。ということは、上空側にある方がえ早く音が進むというふうになるので、こう曲がるわけですね。そうするとぐらぐらと回ってきてえ、結局届いてしまうというふうになるわけです。まあ、これは、あの、例えばすごい大都会でめちゃくちゃ高いビルとかってなっちゃうと、こう高いビルを超えてやってくるってことはないし、 あとは逆に、もう田舎すぎて何にもないってなったら夜も昼も直接届いてしまうんで、えー、なんか程よくね、えー、まあ住宅街とか、えー、そういう方が顕著にこれがわかるわけですけども、まあ皆さんはどうですかね。今度は解説いきます。で、うんと、解説はこのように隙間の話になってきますね。 えっと、後半で光の干渉ってなった時に、スリットっていうのが出てきます。スリットの役割が何なのかって言われたら、これ解説です、ね。今から説明していきたいと思いますあ。解説は、波が障害物の背後に回り込む現象を表していますで。波が下からやってきます。こんな感じでね。よいよいよいと。ね、迫ってくる感じですね。で、この後、どんな波面になるのかっていうのをホイヘンスの原理で考えてあげれば、 えー、各点が波、弦になって、こんな、えー、素弦波が出たとします。そうすると、これを、こんな感じで、えー、共通接線をこうなぞってあげると、えー、こんな感じになって、それが広がってくるんですね。こんな感じになります。えー、そうすると、この隙間のところに関しては平面波のまま行きますが、 え、こう回り込んでいるっていうのが見てわかりますかね。えー、このように波が障害物の、え、背後に回り込んでいるっていうのがこの図でもわかるかと思います。じゃあ、え、隙間を広くしたらどうなのかっていうと、まあ、同じように平面波がやってきて、え、ここに素原波を書いています。で、共通接線をこのようになぞってあげると、え、このような形になって、 えこんなような波面になります。そうすると、やっぱり隙間の部分に関しては平面波を保ったまま行くんですけども、障害物があるとこのように回り込んで解説という現象が起こってますよっていうことなんですが、まあ、この隙間が狭い、広いに関しては基準は元の波の波長になります。元の波の波長に対して、 狭いか広いかっていう風に変わってきます。そうすると、例えばさっきスリットって話をしましたけども、スリットっていうのはものすごい小さい隙間のことを表しています。そうすると、えー、光の波長に対して、えー、すごく小さい。えー、これでいくと、もっとこの幅をどん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 狭めていくと、えー、どんな波形に近づいていくかわかりますか広いとこんな感じ。狭いとこんな感じ。もっと狭くすると、 ね、え急、ー、面波に近づいていくわけですね。なので、平面波だったものをスリッと通すことによって、急面波に変えるわけです。最後、えー、干渉。干渉は、えー、2つ以上の波が重なり合って、強めあったり弱めあったりする現象のことを指しています。はい。えー、例えばね、ここに波源があって、 わーっと波面が出ているのがわかるかと思います、えー。これは救命波が救命波のまま広がっていくという。まあ水があってね、えー、例えば石っぽちゃんって投げたらわわわーっと広がっていくようなイメージ。こうやって細かく書くとちょっと気持ち悪いですけども、実線が山で点線が谷を表しています。今度は、さっきは一つ、波弦が一つだったんですけども、二、えー、つの波弦を用意して、えー、これは同位相で 波を発生させていますで。そうするとこんなような、ねえー、感じになって、これもまた目がね、おかしくなりそうな図ですけども、これでどうするかというと、えー、例えばですけども、ここってどんな点かわかりますかこれは実線と実線が交差してるんで、山と山が重なった場所。つまり、重なった後は、 大きな山になってるはずです。っていう風にに、それぞれの場所が、あ、ここ強め合ってるなえ、ここ弱め合ってるなっていうのが、実はこの図を見てわかるわけですね。で、私は赤い、えー、線で、その強め合いっていうのをこう書いていきたいと思います。そうすると、例えば、ここは谷同士。 これ山同士、谷同士、山同士ってなってるので、谷同士とか山同士が重なり合う場所は必ず強め合いになります。そうすると、はい。まあ、いわゆるこの2つの点の、えーまあ、直線引いてあげたときに、垂直二等分線に当たるこの線が強め合いの線になります。え他にも強め合いの線は、えー、たくさんあります。はい。 ということで、強め合いの線を全部変えてみました。まあね、あの、これを見てる人は、あの、テキストの方からね、ダウンロードして、自分でやってから、こたあするって感じの方がいいと思います。ね、えー、一個一個移そうとすると大変です。とにかく、実線同士、点線同士が繋がっているところを繋いでいくと、このような線が現れます。これを強め合いの線というふうに呼んでるわけですね。 今度は青いペンで弱め合いの線というのを結んでいきたいと思います。例えばここら辺。これは実線と点線が重なっているので弱め合っているというふうになります。で、弱め合いの線と強め合いの線は交差することはないので、例えばこう書いててこうなっていっちゃうっていうと間違いになってますからね。気をつけてください。 これが弱め合いの線になります、まあ。なかなかね、細かいと思いますけども、えー、線はね、書けるようにしておいてください。ということで、えー、一般的な点 P において、えー、一体そこは強め合うのか弱め合うのかっていう干渉の条件式っていうのを最後に見て終わりにしたいと思います。えー、このように波形が2つあったときに、えー、例えば、 左側の波弦を S1 という風うにしますね。そして、右側の波弦を S2 という風うにします。え例えば、この場所。この点ってどんな場所かっていうと、実践同士が重なってるんで、厚読みだっていうのがわかりますよね。ただ、えー、また別の見方をすると、ここからここまでってどれぐらい離れてるの って言ったら、2波長分離れてますよね。逆に、こっからここはどうかっていうと、3波長分離れています。で、強め合いとか弱め合いの条件式っていうのは、この2つの距離の差をとって、波長の差があるっていうふうになったときに、強め合いの条件を満たすとかっていうふうな表現になります。他にも、例えば、えここら辺 を取ってあげるとえ、ここからここ結んであげれば、波長何個,何個分かっていうと、2、3、4、4波長分離れています。じゃあ、ここはっていうと、2.5波長分ですね、えー。引き算してあげると、差は1.5波長分差があるというふうになります。えこんなふうに、えー、半波長のずれがある場合には弱め合いというふうになりますあ。簡単に言うと、 波長の整数倍だけ差がある場合には、えー、結局のところ同位相で波同士が重なり合うので強め合いという風になります。ただ、えー、半波長それよりもずれがある場合は、えー、逆位相の波が重なり続けるということになって振動しない弱め合う場所を表すことになります。ということで今は具体例を挙げて、 話をしてきましたが、一般的に、まあ、どこかしら点 P を取ってあげて、その2つを結んであげます。で、S1 から P までの距離を L1、えー、S2 から P までの距離を L2 っていうふうにしてあげると、2つの波源が同位相のとき、波が強め合う条件というのは、このように書くことができます。えー、差を取ってあげて、波長の整数倍ですね。 で、波が弱め合う条件はって言われると、このように、えー、これは、このままだともしかしたら分かりにくいかもしれないので、展開してあげると、このように書くことができます。そうすると、ここまでは強め合いの条件。だけど、それよりも半波をずれてるよっていうのが、意味としては分かりやすいんじゃないかなと思います。そうすると、これが弱め合いの条件というふうになります。 で、二つの波源というのが、いつでも同位相とは限らないので、二つの波源が逆位相の時も、条件式というのがあります。そうすると、二つの波源が逆位相の時は、実は強め合いと弱め合いの条件式が入れ替わります。もともと同位相だったら、ゴールもね、えー、同位相になるためには、えー、波長の整数倍差がないといけないわけですけども、 そうじゃなくて、スタートはもう逆位相っていう場合には、波長の整数倍差がついている場合には、そのままの状態で重なるので。そうすると弱めになっちゃうわけですね。はい。ということで、<laughs> 長かったと思いますが、えーまあ、結構ね、ぎゅっと詰めて、いろんな波の特徴っていうのをまとめてみました。ね、特に照明なんかもあるので、ぜひね、見返してほしいなと思います。 この動画がわかりやすいと思ってくれた人はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。